東漢漢記は五漢の歴史を記した歴史書。元143巻であったが、後に失われ、現在見ることができるのは、清代以降に逸文を集めたものである。五漢一代を紀伝体によって記す。漢宣によって編纂された。書名は、五漢宮城の南宮東館にて編纂が行われたことにちなむ。五漢時代についての基本的な資料の一つであり、資料的価値は高い。三国時代以後、柴遷、子規、範古、漢序と並び重んじられ、合わせて三種と尊ばれたが、唐代以後はこれに、範要、五漢書が取って変わるようになる。書名の東館とは、五漢時代に周氏の資料庫が置かれた場所のこと。小帝から和帝の間に、蘭代から南宮東館に資料編纂の中心が移った。元来は、ただ単に漢記と呼ばれていたが、南北朝時代から東漢漢記、東漢記、東漢などと記されているのが確認できる。五漢時代の東漢については、小林春樹による詳しい研究があるので、それに依拠して説明する。光武帝図信を利用して支配強化に努めた光武帝であったが、一方で図信には過激な革命思想が含まれていたために、その内容は五漢の反対勢力にも利用可能なものであった。そのため五漢王朝は図信をよりどころとする諸勢力に大規模な弾圧を加えてもいる。五漢時代の東漢の建物のおおよそについては、芸文類十末期63居所三環状に再録されている東漢譜及び東漢名によって知ることができる。所在位置は五漢洛陽城の南宮の東側に存在し、南宮の西側には蘭代が存在していた。本来五漢初期には蘭代が資料編纂の中心となっていたが、それは五漢政府が当初真意を重視していたためであり、蘭代は以前から図信の収集をその職務としていた。当時図信は五漢政府の正当性強化にも貢献していた。反面、反政府勢力の根拠ともなっていた。蘭代に修士事業の拠点を設けるということで、初期の五漢政府の修士事業には、図信に基づいた歴史書編纂によって反五漢勢力の封じ込めを図る王朝側の積極的な意図が見えるのである。小帝の時期から周氏の中心は東漢に移っていくのであるが、小帝期は未だ蘭代の影響下にあり、独自性を発揮していなかった。しかし、和帝の時期には藩商による漢序属修などの独自な修士事業が東漢で行われ始めた。安帝の時期には正式に士官が置かれ、複数人による歴史書編纂が定着することになった。この安帝以後の東漢人士、例えば、長江や蔡誠、朱朴、馬徹、蔡陽らは、図信に批判的であって、彼らは、図信に神話的と考えられている今文学派と対立する古文学派であり、経文解釈において、より合理主義的であった。これは彼らの歴史観にも影響しており、彼らは、図信に否定的で、従って、蘭代の歴史叙述にも批判的であり、例えば、長江は、範古、漢序王詣伝が詳細に才や随章を記しているのは不適当であると言い、さらに、範古の正祖本紀が孔子の年号を用いていないのは、光武帝が当初孔子帝に属していた事実を歪曲するものであるとした。このことは、漢王朝を神聖視しないという意味で、その支配を相対化して考えることが可能となり、ひいては王朝の滅亡もありうべきことと考える。柔軟さを生んだ。さらには、蘭代氏の考えに結びつき、また史実に比較的忠実な歴史叙述も可能とした。そのため蘭代によって編纂された、後武帝記と東漢による、明帝記後では、歴史叙述の性格が大きく異なっているのである。東漢漢記を扱う際は、以上のような経緯を把握しておくと、後武帝記と明帝記以後の記述姿勢の違いに、意識的になることができ、ひいては、東漢漢記を祖本とする、範要、五漢書を読む際にも留意することが可能となるのである。東漢漢記は一旦完全に失われ、現行のテキストはすべて他の書籍の引用を集めた集一書である。ここでは現存する、東漢漢記の代表的な版本について紹介する。正式には、柏商区語漢書ホイツ本という、8巻。清代に楊野が編集し、彼が同じく復元した7家語漢書と共に、語漢書ホイツとして、柏商区より刊行された。帝王、皇妃、諸王、一般人物という編立てがされているが、その配列は表題に従って随意的になされたもので、流と模育、思通によって知られる、本来の編立てを無視している。その内容も、語漢書、李建中や、続漢書劉明中、北道書章、芸文類儒、諸学記の5種のみからの秀逸にとどまり、不完全である。24指定法に、語漢書ホイツが再録されており、楊本の内容を確認することができる。24指定法は、日本国内の大学図書館に収蔵されている。正式には、武秀殿厚務陳本という、24巻、4個全書の編纂に際して、楊本に、太平御覧、永楽大典などから、逸文を加えたもの。これにより内容は、楊本の 1.6 倍となり、編立ても、より原型に近いものに直された。内訳は、定期3巻、年表1巻、志1巻、列伝17巻、始め記1巻、逸文1巻、台湾商務院書館などから出版されており、日本国内の大学図書館に収蔵されている。四部美王に再録されたもの。24巻。基本的には、厚務陳本と変わらない。日本では、英印されたものなどが、大学図書館に収蔵されている。厚務陳本をもとに、呉樹平により交換が加えられたもの。22巻。詳しい編立てについては、内容を参照。現在最も入手が容易であり、かつ信頼性が高い版本。初版は、中須古籍出版社から1987年に刊行されたが、補導なく、絶版となる。2008年に、中華書局から、中国史学基本典籍総巻の一冊として刊行されており、入手は容易。語漢書南朝総代に、韓楊が語漢書をなすと、これが歓迎され、東漢漢記は徐々に廃れた。特に当代に、小懐大師李健が中を施したことで、韓楊、語漢書の優位は決定的となる。記述のように、三国時代には、柴遷、式、漢古、漢序とともに、三種として重んぜられた東漢漢記であったが、南朝総代に韓楊が語漢書を上梓すると、文体も非常に整っていたので、これが重んじられるようになった。早くも南朝両代に劉明中が現れ、東代李建中によってこの傾向は決定的となった。勅撰による軍書治要も語漢時代の歴史記事については、韓楊の語漢書から引用する。対して、東漢漢記には、陸朝時代の注釈は一つもない。したがって、史実考証ももっぱら、韓楊の語漢書に基づいて行われるようになり、東漢漢記はたちまち廃れた。例えば、劉と模育は当代において、世間で語漢の師書と認められているのは、韓楊、語漢書と、円広、語漢記のみであると述べている。思通、各再編においても、東漢漢記が、同時代史を扱った歴史書であるために制約が多く、漢序に劣ることを風言の文章を引用しつつ論じ、同書、語辞編でも、東漢漢記が様々な著者の記述の寄せ集めに過ぎず、一貫性のないことを批判している。池田正弘は、呉樹平の研究を紹介している。それによれば、基本的に、東漢漢記の情報量は、韓楊、語漢書や7家語漢書に比べ多く、例えば、後部定期の文字数で見ると、東漢漢記は、語漢書の3倍ほどであると推定される。韓楊、語漢書は先行する書家の、語漢書を参照してなったものであるが、分けても、東漢漢記に依拠することすこぶる多い。したがって、現在比較的完全な形で提供される、韓楊、語漢書を利用する際は、東漢漢記の本文が参照できる場合は、当然それを確認するのが良い。一方で、斎藤実郎が、東漢漢記、7家語漢書、韓楊、語漢書を比較検討した研究がある。それによれば、東漢漢記は、実録のような第一次的な、式録か、それに近いものと、従来考えられて、その他の古漢時代を扱った歴史書より高い資料的価値を与えられてきたのであるが、実際は必ずしもそうとは言えず、基本的にその他の古漢書や古漢記などと同等に扱うべきではないかとの見解が示されている。編纂過程については、中華書局、東漢漢記校注の序に詳しい。今それに従えば、およそ4回の編纂過程を経て、東漢漢記は完成した。最初の編纂事業、明帝記、編集藩庫父藩表が始めた、修史事業を受け継いで、勘定を成したことで有名。乱大令史として、東漢漢記の後部帝記の原型となる、正祖本紀編集に携わる。この、正祖本紀編集によって、藩庫は、図信に基づいて、漢王朝支配を擁護する歴史観を明らかにして、明帝の信頼を得、漢序属治を許された。最初期の編纂は、後漢明帝期に行われた。後漢の当初は国力に余裕がなく、荒廃した経済の回復と政権の確立が急務であり、文化においては、真意の思想が優勢で、歴史叙述は顧みられることはなかった。しかし明帝が即位して後、政治経済状況は、安定し、文化事業にも注力されるようになる。藩庫が勘定を視撰し、それを明帝が読んで宮中にて、その編纂を続けるよう命じ、また陳高氏、殷里氏、毛威の三人と共に共同で光武帝の本紀を編纂させた。さらに三人のほか、森部、梅倭、隆福、柿四人と共に、光武帝の後進、及び平林軍、新一軍、加えて、公孫述の事績について、列伝を藩庫に編纂させ、藩庫は、列伝、はじめき28編を創上した。第二次編纂事業、安定期、編集第2期の編纂は、安定期のものである。安定の永康年間に、劉鎮、李侑、劉輝らが、大号の東康の詔を受けて、中高以下名神列子伝を表した。劉智幾によれば、この書物は、ただ単に名神列子の伝記を記したものではなく、建武年間から永初年間に至るまでの本紀や表を備えたものであり、初めて国史としての体裁を整えたものであった。劉鎮らが没して後、福無期、後景らが事業を引き継ぎ、昌、王子、後進、御託校の表及び、南前雨と西、京のつて、地理史を備えたものとなった。第三次編纂事業。漢帝期、編集編纂の第3期は、漢帝の時代である。元嘉元年漢帝は、編抄、蔡誠、朱朴、宋久らに命じて、項目公伝、孔子公伝及び、順列公号伝を編纂させ、外籍列伝や樹林列伝を増補させた。さらに、蔡誠、宋久に、延べ徳と共同で百官表を作らせ、順帝朝の後進である孫ほど、各鎮の列伝を加えさせ、鄭州、蔡林らの列伝を作らせた。この時なったのはおおよそ114編であった。第4次編纂事業、後漢末、編集最後の編纂は、霊帝、建帝の在域であった。劉智幾によれば、紀平年間に蔡陽、馬美、楊氷、盧植らが、東漢において、本紀、列伝を増補した。また蔡陽は志を表した。劉智幾によれば、董卓の暴政による混乱で、東漢漢記は多く散逸したらしいが、元遷都後の建安元年以後、楊氷が修史事業を引き継ぎ、最終的に整備した。この時143巻。南朝総代に、潘陽の後漢書がなると、そちらが重んじられて注釈が施されるようになり、特に唐の小懐大師李憲が、後漢書に中を付して、以後は、東漢漢記は次第に衰えて散逸した。随所形跡史には143巻となっており、楊氷の最終編集時と同数であるが、旧東所形跡史では127巻に減っている。南宋初期の記録によれば、その巻数は43巻残っているのが確認されているが、それも正弘26年には失われた。後に、蜀で遺本が見つかり、8巻に校訂された。現代以後、東漢漢記はほとんど散逸した。東漢漢記校注は全22巻からなり、その内容は以下の表の通りである。ありがとうございます。